頭外片足のクラッチは外上右巻き込み、そして頭中片足の、クラッチは外上です。で低い時両者ついてる、低い時も同じです。見えるかな、短パンが大きいやろ。片足の引き付けの時は外上でマットに対しての面積を大きくしてください。こうじゃなくてこう、これで動きを止める。